はい、どうもゆきおでございます。本日もゆきおとワインやっていきましょう。ワインこちらです。はいはい、ということでね、今回も、以前やりましたね、セイコーマートさんのワインでございますもう何回も言ってるんだけど、10月の頭にね、北海道行ってきまして、でそこで、セイコーマートさんね、北海道で超有名コンビニでね、そう、埼玉と茨城にもあるっぽいけど、その、超有名コンビニセイコーマートさんが自社で輸入してるワインっていうのをね、ちょうど以前かあのご紹介したんだけど、これも実はセイコーマートさんのワインでございます。そう、2種類買ってきたんだよね、でこの前は、G7 ですね。G7 をちょっとご紹介しましたね。はい、G7 めちゃめちゃうまかったね。めちゃめちゃうまいって言ったらだけど、価格が500円ちょっと、600円いかないぐらい、税込みでもね。で、チリワインだったんだけど、もうその価格だったら十分でしょっていう品質だったので、いや、すごいなっていうのがあって、で今回はイタリアのワインですね。トーレスカルツァって書いてあるね、トーレスカルツァと書いてあるんですよ。それ以外の表記がないんだよねイタリアワインでしょう。イタリアワインなんですねそう、リーノロッソって書いてあるから後ろ、そうで、なんだけど、これはね、パッとね、そのコンビニにセコマーサーに入ってどれにしようかなってワイン選んでる時に、もうこうバーって選んでて、で目についた一番安かったワイン買ってみたいや、この前の G7 でも十分安いんだけど、これはなんとね、さらに税込みで415円とか、そんなもん税込みだよ。だから税抜きだとね、378円とかなんかね、そういう感じ、そういうレベル、お菓子じゃんってねお菓子の価格じゃん、それもちょっといいポテチぐらいの価格だよ、それね。いやーっていうワインなんですよ。どうかなって思って、ね、そうで、エチケットにね、詳細全く書いてないからね、トーレスカルツァとしか書いてない。そうだね、品種とかもね、品種もヴィンテージもないのよすごくない？逆にすごい、それは。で、後ろにはね、赤ライトボディと、提供温度、ソフトなタンニンで程よい酸味とコク、ミートソースやトマトソースパスタに合う赤ワイン。そうなんだけどね、ちょっとね、これ検索したんだけど、なんかキャンティーも出てきたんだよね、トーレスカルツァっていうと。キャンティーも出てきた上に、なぜかバルベーラも出てきたんだよねピエモンテじゃんって、トスカーナとピエモンテじゃんっていう、なんかそういうところでブドウ買って作る大きな会社なのかなっていうような、あの憶測なんですけれども、最安、もっと安いのもしかしたらあるかもしれないけど、あのユキオが見つけた中でのセイコーマートさん最安赤ワイン、トーレスカルツァやっていきましょうユキオとワイン。はい、色はでもね、淡めな感じだけど、若々しくていい色だね。どうだろうか。フルーティーでシンプルな感じの香りだね。ちょっと赤いフルーツから黒系の、その中間ぐらいの感じで、少しスパイスかな。全然シンプルなワインだなっていう印象だね。スワリングしてもそこまで香りは立たないね。あまり香りは強くないけども、シンプルな赤ワインだなっていう感じね。これなんだろう、サンジョベーゼかな。
品種もわからんからね。いや出てこなかったんだよね。ちゃんと調べたら出んのかな。品種をいまいち分かってないっていう、これここまで素性がわからない場合もなかなかないけど、なんだろうな、まあちょっとね香りフレッシュ、フレッシュまででもなんかフルーティーな感じだね。うん、で柔らかい感じかな、でややスパイスっていうような印象でございます。まあ飲んでみますか。いただきます。あーあー、なるほど。これはまあね、うん、すごい飲みやすい、飲みやすいっていうかもうなんかよく昔の人は水の代わりにこうなんかワインを飲むみたいな、もう古代の人とかね、うん、なんかあの、まあ、水が汚かった時代とかは、まあ、水飲むよりはそうやってね醸造したお酒とか飲んだ方が、まあ、体に悪くないというか、うん、いうようなことで、水代わりに飲むワインみたいな感じが、もしかしたらこんな感じになるかもしれない。ちょっと全然わからんけど、いや明らかにあのこの余韻がね全くないというかね、スパッって切るね、まあ、香りフルーティーで口に入った瞬間はふわっと果実の香りするんだけど、あのねスパッと切れてくる。なので別になんか悪い面とかも見当たらない、あんまりあの全部切れてくから。なんで飲みやすいんじゃないかな、めちゃめちゃ。うん。で、まあ、香りはね、多少フルーティーなんだけど、飲むともう、アフターが何もないというかね、まあ、これはこれで、これはこれ飲みやすくなっていくのかな。うん。し、アルコールもこれ 12% って書いてあったから、あそうそうそう、まあ、軽いんだよね。全体にすごく軽い感じで、サクッと飲めちゃう感じかな。うん。うん。うん、うん、うん、味があんまりしないんだよね、うん、そう、これがね、これがまあいいか悪いかはそれ人それぞれだから、うん、そこまで味がしない分飲みやすいっていうこともありえるからね、うん、サクサク飲めちゃうかな、うん、でもなんかそなんか、うん、まあいつも言ってるようにこの低価格帯のワインでちょっとネガティブな要素がねあるものも多いから、なんかそれを探そうとも思うんだけど、まあ、そこまででもそれは感じないんだよね。なのでまあ作りはうまいのかな。多分果汁はすごくもうめちゃめちゃジューシーで、うん、なんかこう収穫量を増やして、まあある程度その果汁がそこまで凝縮してないようなブドウを使うのかな。なんか前も同じようなこと言ったけど、何かのワインでだとこうちょっとね、もうサラッとしたワインになるのかな。サラッとしてるわ。うん。まあなんか本当にちょっと今日軽くワイン飲もうかなぐらいで飲むんだったらいいんじゃないのかな。うん。サラッとしてるけどね。400円だもんね。いやすごいね、すごい時代だね。コンビニで400円で買えちゃう。うん。うん。そうだね。うん。うん。すごくね。まあ不思議といえば不思議。どうやって作ったらこうなるんだろうね。逆に気になる。うん。めっちゃサラッとしてるからね。アルコールもあんまり感じないぐらい、なんかこうね、もうね、スッとね、切れていく。まあね、うん。まあドライ、辛口なんだけどね。うん、だから、なんかこのスッて切れていくのがなんかもう、うん。まあ料理は多分ほぼ何でもいけんじゃない。癖全然ないし、要素が強くないから、その分なんか、いろんなものとね合わせられるんじゃないかなとは思う。まあそういったちょっと万能な感じはあるけど、そう、ただワインの味っていうとおかしいけど、だからそのなんか
ワインらしさっていうものを楽しむにはやっぱりちょっと物足りなさはあるけど、まあこれはこれでね、そのまあ低価格だし、そのワインを飲む人っていうの間口を広げるためにはこういうのもやっぱり必要なのかなっていうふうに感じました。はい、ということでございますかね。はい、面白いな、こういったワイン面白いね。はい、では本日ご紹介したワイン、セコマートさんの、コンビニで買いましたトーレスカルツァレッドね、ビノロッソでございましたね。ヴィンテージと品種は分かりませんでした。はい、まあ、ノンヴィンテージなのかな、うん、気になるね、その辺気になってきた。はい、まあ、もしなんかね、トーレスカルツァについての詳細を知っている方がいたらぜひコメントで教えてください。いるかな。はい、飲んだことあるっていう方もいらっしゃったら感想ね、教えてくれれば嬉しいです。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。ゆきよでございました。それでは皆様、じゃあね、バイ。